はい。輪切りした大根持って墨付け祭り。玉村の祭り、墨付け祭り。上福島に伝わる墨付け祭は、埼玉県牧西町にある玉敷神社から御神体と天狗の面をつけた先達を先頭に、顔中墨を塗りつけた大人や子供たちが続き、家を回り、人々の顔に墨を塗る。墨をつけてもらうと、その年は病気にかからないという。まあ、そちらには地図がありますけど、これはなかなか分かりづらいところにありましたね。よいしょ。もうね、こういったポスターがあります。玉村町重要無形民族文化財。起源は江戸時代元禄年間と言われ、疫病が流行した当時、転んで鍋の炭が顔についた女性が病気にならなかったことから始まったという言い伝えがあります。炭をつけられた人はその年風邪や悪病にかからず無病息災で過ごせると言われています。こういった感じなんですね。2月11日8時半から16時。なかなかね、面白そうなお祭りですね。そちらはね、上福島の文化財の大根で作るんだね。へえ、面白いね。まあ、どういったものが入ってんでしょうね。まあ、墨付け祭りで使う太鼓だとか、そういったものなのかな。千部供養塔だって。ほほう。まあ、経文みたいな感じになってますけど、まあ、難しいですね。まあ、天下太平、はい、こちらにね、まあ、国土安穏とか始まる。春桑祭りの由来と行事です。まずは神明宮の創立と位置です。まあ、正観年号。1163年から1165年頃、玉村御厨の中心として祀られていたもので、まあ、日越御神明砂町にできた神社であり、安元年間1175から1177年、足利忠綱により再興され、寛保2年1742年の台風により大洪水が出て約500メートルくらい南に流され、現在の自任村新明原に位置しております。現在の所在地名は玉村町日越412-4になります。春桑祭りの動機、日越御神明砂町の新明宮跡地は、天明3年1783年の浅間山大噴火による土砂などによって、その跡地は原型もわからないほどになってしまいました。日越の工作者新明宮跡地の神殿10箇所一端部を掘り起こし、整地をして水を引き入れ、水田として稲作をしました。その神殿から収穫した稲穂を日越の工作者が作頭となって毎年献上したことが、現在の春桑祭り例大祭の始まりと言われています。寛政10年1798年から現在まで毎年実施されており、今年で204年になる伝統文化であります。神明宮の由緒記、日越の御神明砂町は、当時、縄郡の一角に属した大社であり、神官が十数人いた。祭日が現在の2月11日になったのは、明治6年に暦が太陽暦に変わった頃に定められたと言われています。まあ、神明宮の氏神、祭神と祭典について、大姫武佐の命、内宮、豊受姫の御子と下宮といたし、拝神は14社を祀る。伊勢大神宮の御分霊を奉仕せるものとして、高倉天皇の御を安元年間1175から1177年、藤原の秀里の末裔、
足利又太郎忠綱がこれを再興し、新座地を庇護し、辞任村、八王塚にして、年々2月11日、長田、佐田の式、合わせて、抜穂の式として、御神明すなましに神殿一端部を有していた水田より献上した、と伝えられている。また、秋祭りも11月23日と決められ、現在も新滑例祭として続けられている。まあ、重要無形文化財指定の経緯、春桑祭りはその伝統と祭事の内容が高く評価されて、昭和46年4月、玉村町より重要無形文化財の指定を受ける。平成12年3月、群馬県より重要無形文化財の指定を受ける。平成14年2月、国の文化庁より重要無形文化財の指定を受ける。なるほど。まあ、2月11日のね、春桑祭り。まあ、ご神徳としてはね、五穀豊穣、家内安全、交通安全、無病息災を祈願します。まあ、そのようなね、よくまとまっていましたね。神明宮、それに、春桑祭り、まあ、国の重要無形文化財に指定された、まあ、その記念ですかね。午後3時よりだって。どうでしょう、中は。わーわ。こんな感じになってますね。あ、本当だ。天照大神と豊受姫の御事。いらっしゃいますね。